皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。日本撮りの2本目でございます、はい、そうですね、ということでございまして、はい、我々収録時には、まだというところでございますけれども、皆さんこの配信日にはもうすでに、配信スタートしてからだいぶ経っているんですけれども、ダゾーンのプレミアリーグフリークスご覧いただけましたでしょうか。ご覧いただけてない方はあることが起こってますので、ぜひご覧をいただきたいというふうに思っております。はいはい、ということで粕谷さん、今日なんですけれども、はいはい、ですね、プレミアリーグアイコニックシリーズという形で今後展開をしていきたいという、今後プレミアリーグのレジェンド選手を紹介していこうということで、まあ、それがプレミアアイコニックシリーズということになります、はい、うん、ですのでぜひですね、今後皆さんが、このレジェンドぜひ紹介してほしいという選手がいればですね、ぜひ書き込んでいただけたり、あるいは、お便り、あるいは、ハッシュタグつけて、つぶやいていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あんまり古い話ダメですよ。なるべくプレミアリーグにしてくださいね。イングランドリーグとかになっちゃうと、スタンリー・サーマシューズとかって名前は知ってるけど、どんな選手から知らないし、はい、だからボビー・モアとかジョフ・ハーストは知ってますけど、はい、話は広がるかとだったら多分広がらないと思うん で、プレミアリーグからって、まあ、カントナーあたりからっていう感じですかね。そのぐらいで皆さん考えていただけたら、お願いします。はい、さあ、そのある意味第1弾ということになるんですけれども、はい、つい先日ですけれども、うん、アグエロ選手が、そうですね、現役引退を発表しました。まあ、2021年10月に心臓の不整脈が見つかって、うん、それが原因ということで、はい、うん、選手を続けていくことは危険だという判断をして、うん、現役引退ということになりました。なんでも、2004年にもアグエロは心臓の問題を抱えてたんですね。その、時、まあ、その問題を解決した、ペイドロ医師がですね、今後も激しい運動を続ければ大きなリスクを伴うという見解を、述べまして、こういうことになったわけですけれども、まあ、盟友のメッシはじめ、サッカー界、たくさんの選手から惜しみないメッセージが送られていたわけですけれども、粕谷さん、残念ですね。そうですね。ですから、まあ、どうなんだろう、普通の状況なら、要するにコロナ禍ではなかったら、はい、もう少し続けられたのかな、うん、やっぱりコロナ禍ではその心身の負荷が平常時とは違いますからね、はい、そういったところの、タイミングもアグエロにとっては、不幸だったのかなという気がしますし、うん、はい、でも何よりもやっぱり命が大切ですから、うん、そのドクターの勧めに従って、あの断腸の思いだったとは思いますけれども、はい、あのユニフォームを脱いだ、うん、決断は、うん、僕は正しかったんだと思います。はい、そうですね。うん、まあ、本当に、すごい選手だったわけですけれども、うん、はい、改めて、まあ、アグエロについてというところで振り返っていきたいというふうに思いますけれども、はいはい、プロフィールこちらになります。アルゼンチン、インデペンディエンテ、はい、まあ、そこからヨーロッパに渡って、まずはアトレティコ・マドリード、はいはい、ちょっとこの去り方というのはいろいろ物議を醸しましたけれども、 そこからマンチェスターシティ、イングランド行きまして、マンチェスターシティで10年間プレー、ね、はい、まあ、そして、去年の夏にはバルセロナに移籍をしたわけですけれども、うん、今回のこの心臓の不整脈ということで、引退ということになりました。うん、まあ、我々プレミアリーグを中心にということになりますので、まあ、どうしても話はマンチェスターシティでの、アグエロということになってくるわけですけれども、まず2011年にやってきましたが、早速最初のシーズンからということに勝田さんなりますもんね。そうですね。あのデビュー戦だったと思うんですけど、うん、あのオランダのアラクレムロに代わって出たんだよね、60分ぐらいからね、デヨング、あ、うん、デヨング、はい、勝、はい、って出て、はい、うん、中盤で認めてたんですね、はい、はい、うん、だからあの頃はまあジェコが前線、ね、シティの中盤前線を支えてたと思いますけども、はい、やっぱりアグエロはあの特徴としてこうボールコントロールに大変優れていて、うん、だって相手あのマーカーとの間合いの測り方も抜群でしたから、はい、うん、173センチなんですけれどフリーでヘディングしたり、はい、
それとあとはあのワンタッチコントロールでボールをシュートを、うん、あの置けるところに置けるので、はい、シュートを打てるところに置けるの ですぐさまあの振り幅の広あのあの小さな、なおかつ鋭いパンと振り抜いたりしてっていうところがね、はい、特徴でありましたからね、はい、なんだろう、173.70 キロ、おそらく辞める頃にはおそらく 7,8 キロあの大きくなってたと思いますけど、それはプレミアリーグ仕様の体を作ったわけだから、はい、お尻の大きさですね、ポンっていうね、だからあれだけ お尻大きくなるとどうしても下半身に負担がかかって、うん、マンチェスターシティの晩年はちょっとねふくらはぎとか足首を痛めて休むようなところもありましたけど、うんはい、ただ、うん、それでも、うん、あのレベルで10年やりましたからね、うんうんそうなんですよね、すごい選手だと思いますよ、あ、まあ、10年間得点も取りまくりまして、まあ、代表では101試合で41ゴールなんですけども、プレミアリーグではご覧いただきましょうか、こちらになりますが、プレミアリーグ275試合で184得点、10シーズンでですから ね、まず2021は怪我もあって4得点とどまりましたけど、そこまでのこの得点数がすごいことになっております、ねはい、そしてトータル、公式戦、マンシティで390試合259ゴールというものすごい数字を残しました。14、15シーズンから5シーズン連続で20ゴール取ってるんだね。そうですね、はい、だから19、20だってでも怪我で休みましたけど、うん、16試合ですか、ああ24試合か、うん、もうちょっと出てたら、うん、おそらく20ゴールいってたでしょ、はい、そうですね、いやとにかくこのデータが示すようにとてつもないストライカーであることは間違いないですし、ペップ・グアルディオラが来てから、うん、果たして、アグエロは彼のプランに合うのかなんてね疑問もあったけど、うんうんはい、そういうなんか周囲の疑問というか、うん、不安というか、はい、そういったものを簡単にね拭い去っちゃいましたからね。そうですね、それこそ今ペップの話ありましたけども、ペップ・グアルディオラの中ではそのタイプとして、はい、ガブリエル・ジェズスの方が、はい、多分彼に合ってたし、はいはいはい、気に入ってたんじゃないかというふうに言われて、うん、一時期ジェズスがスタメンになって、はい、アグエロがサブになるっていう時があったじゃないですか。で結局ジェズスが怪我をしてっていうのもあったんですけど、はい、結局そこからまたレギュラー取り返したじゃないですか、はい、あれがすごいなと思って、はい、普通あの状況になってくると大体移籍に行ったりとか、はいはいはい、なっていく流れだと思うんですけど、あそこでもう一回レギュラーを取り返したっていうのはやっぱりアグエルの凄さかなと思いますよね、うん、取り返してなおかつその、うん、ジェズスがいないあのパフォーマンスが素晴らしかったので、はい、ジェズスが戻ってきても、うん、そうなんです、ペップ監督が、ね、ジェズスをもう一回レギュラーに使うことはなかったですもん ね、はい、だから、まあ、確かラッキーは重なったかもしれないけど、うん、その力を証明しましたからね。まあ、ああいうね、あっさりこのポジションとかなくなっちゃうとさ、うん、あっさり逃げてくやついるじゃん、はい、定位置争いとかしないで、うん、SNS で一席希望したりさ、マルシャルだよ、マルシャルだよ、マルシャル、あのいやそうね、SNS でうちインタビューでって言うと大丈夫かなみたいなルカクさんのがちょっと頭浮かびましたけどマルシャル、マルシャル先週一言もマルシャル言わなかったからさ、多分あの視聴者の皆さん面白くないな、そうです、ね、新年早々、はい、あいつ守り入りやがったなと思われるの嫌だったから、うん、いろんな意味で、うん、フェアなストライカーだったと思いますよ、うん、はい、うん、そうですよね。それこそね、クン・アグエロっていうふうに言いますけれども、はい、あのワンパク少年クムクムです、はいはい、日本のアニメから、うん、彼の、うん、あだ名というかニックネームクンがついたんですけど、あの J スポーツの菅原慎吾プロデューサーが、はいはいはい、ね、インタビューした時にちょうどその引退に寄せて SNS で書かれてましたけども、うん、まずあ日本から来たんだって言って向こうから、うん、僕日本のアニメから、うん、あだ名ついた、うん、このニックネームクンでついたんだよって、うん、もちろん知ってるよって、うん、知ってるのって逆に向こうが知ってることを驚いて、ね、日本ではそんな有名だよみたいな話をして驚いたみたいなね、うん、話を載せてましたけどね、まあ、そういうある意味向こうからそういうふうに言ってきてくれるっていうそういうタイプの方ですね。そういうところが非常に内向外向的な方だということで、うん、でアルゼンチン情報を各メディアに寄せている藤坂千鶴さん、うん、この番組でも 彼女の書いたマラドーナの本を、はい、うん、宣伝させてもらったことありますけど、はい、彼女に聞いたことあるんですけど、出身地の関係でどうしてもこう内向的になっちゃうようなテニスとかそうですね、そういうタイプかもしれないですよね、はい、ね、うん、なんだけどアグエロは非常に明るいと、うん、非常にあの外向的な性格、うん、割とこう人見知りでもなく、うんうん、誰彼こう、うん、積極的に話しかけると、うんうん、その辺がやっぱ彼の成功のなんだろう要因の一つだったんじゃないのかなっても考えられますけどね、うん、
やっぱりすぐね、この言葉を覚えたり、うん、友達作ったりできるような選手の方がやっぱ長持ちはしますよね、うんうんうん、もうそれは性格として仕方ないんですけど、はい、その環境適応能力っていうのもやっぱり相当高かったみたいですよ、うんうん、アグエロは、うん、いやその環境適応能力と言いますと、大体こうプレミアにまず来た初年度って、はい、点取るの難しいじゃないですか、はい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 、いきなり初年度で23得点ですから ねすごいですよね、うん、23だってこれはすごいな。すごいですよ、うん、だからどうしても他のリーグであれだけ活躍、それこそ同じアトレティコマドリードからの移籍っていうことになると、サウルが今苦労してるじゃないですか、はい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 、だからやっぱ難しいと思うんですよね、プレミアにこう適応するのはすぐに。 だってサウルの場合ロンドンだし、うん、割とトゥヘル監督みたいにうまく我慢してくれる人いて、うん、あと何かと新しい選手に気を使ってくれるチルウェルみたいなタイプもいるんだけど、うん、それでもなかなかうまくいかないもんね、うん、だからそういう意味ではそのクラブのケアっていうところはマンチェスターシティはなかなか優れておりまして、うん、そのスタッフの中にその外国人専門というか外国人、うん、新外国人か、はい、うん、来た際にはその辺の生活のチェックというかケアまでしてくれる人がいるらしいですし、クラブによったら取ったらクラブによっては取ったら取ったら取りっぱなし、うん、あとは自分たちでなんとか馴染みみたいなクラブもいまだにあるんですけど、シティはアブダビユナイテッドグループが買い取ってからその辺のケアもねしっかりするようになったので、うん、いろんな外国人が来やすくなったっていうのもありますし、あと外国人が来やすくなったのはアグエロ、それからダビシルバ、うん、それからコンパニー、うん、この辺のなんだろう、その生活態度まできっちり、うん、はい、している人たちを取ったからであって、もちろんお金があったのは間違いないんですけど、うん、はい、彼ら3人シティの三大守護聖人を取ったことがやっぱりシティの今日あると思いますし、はい、その中でもやっぱりそのアグエロの得点力っていうのはね、はい、うん、一番かもしれないですよ ね、 そうですね、うん、貢献度としてはね、まあ、1112シーズンからアグエロはシティに加入したわけですけど、はい、この前のシーズンに、ダビシルバが来たのかな、はい、そうですね、ちょうどこのくらいの時期がやっぱり過渡期と言いましょうか、はい、ちょうどもちろん少し前に、はい、そのアブダビ賞になったわけですけれども、はいはいはい、そこからやっぱりそういった選手を取れたっていうところが大きく他の選手にもなんてアピールに、そうですね、うん、こんな選手たちも行くんだみたいになって、うん、そしてまあ優勝へとこう進んでいくわけじゃないですか、うん、まあ、買い取った当初は誰これっていう、うん、お金ある割には来てないじゃん、はい、だから入荷するそうなりかねないよね、うん、そういうことはね、うん、だからそういうところの、うん、だから意外とその長期的な戦略を立ててたのかなって、終わってみるとね、はい、シティの場合はね、うん、だから今日があるのかなってのもあるし、うんうんうん、だから、うん、これは何でしょう、チームを作る上でのモデルケースと考えてもいいかもしれないですよね、うんうん、はい、だから皆さん今ご覧になっている皆さんがとあるチームのファンだとして、うん、じゃあシティをちょっと研究してみましょうってなった時に、うん、あ、この年にコンパニー取りました、はい、ここにダビシルバ取りました、でアグエここに入ってますってなって、そういう流れを踏まえてご自身が好きなチームを、あ、こういうふうに強化していきたいな、うん、じゃあ今だったらどこが足りないけど、はい、誰欲しいなって、うん、コンパニーダビシルバ、有名な選手です、すごい選手なんですけど、みんながビッグする、みんなが周りの選手、周りのチームがびっくりするような超ウルトラスーパースターではまだなかった頃ですもんね、うんうんうん、でもそのチームに適したポジションの選手っていうところですから、うん、はい、その補強戦略のうまさっていうのは、うん、ここにはシティは出てるんですよね、実はね、うん、そうですね、うん、まあ、シティを褒める時代が来るとはな。はい、どうぞ。はい、いや、まあそうですよね、一時は3部までというところもあったわけですけれども、うん、であとギリギリのところでこう失敗してしまうみたいなところが、はいはい、うん、ある意味、ね、このシティの、まあ、自分たちファンがある意味その自分たちを自虐で言うみたいなところが、うん、はい、シティ症候群というところがね、はいはい、あるわけですけれども、うん、ただいきなりこうやってきて、それこそ初年度、まあ梶谷さんも私もそうですし、おそらくファンの皆さんもアグエロといえばこのゲームって言ったらもうあのゲームとあのゴールっていうことになると思うんですけど、それも初年度です、1112ですね、最終節、最終節後半のスタイルですね、はい、僕はあの時ね、はい、ユナイテッド戦担当だったんです、はい、はい、で西岡君と一緒にやってて、はい、もうこれロスタイム入って、はい、うん、だからもうユナイテッドはもう勝ち決まりよねって感じだったら、はい、そうですね、もうロスタイムで2点取って逆転して、はい、その最後の、ね、あのゴールですけど、アグエロのやつはだからなんだろう、あのゴールがなかったら、うん、多分今のシティないと思うんだよな、うん、ですね、うん、それこそ、はい、それほど大きなゴールだったと思いますし、うん、だからそのゴールはおそらく YouTube 等にもたくさんありますから、皆さんご覧になっていただければいいと思うんですけど、はい、もうね、
ユナイテッドの優勝は久保クリーン決まっていたんですよ、ね、はい、でサー・アレックスとかルーニーはニヤニヤしてたんですよ、うんうん、でだん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 顔色が変わっていくんですよあれはもうちょっと、うんうん、二度とあんなドラマ起きないと思うわ。アディショナルタイムに入ってからっていうことになりますかね、うん、まあね、ジョイ・バートンのっていうのが一つありますけれども、そうそう、うん、ジェコがまず取ったのかな。 そしてあのアグエロのあれですよね、うん、得点のアシストバルテリですね。そうそう、バルテリ、はい、そうそう、うん、であの時、クリスタルパレス、QPR か、QPR です、はい、QPR に相手が、はい、あのシセがいたんですけど、うん、シセがあのシティの優勝を喜んでいたってのを思いますなんでお前喜んでんのってなって、まあ、そんな変な、うん、あの逸話もある1112シーズンの最終節ですよ。笠谷、ねはい、さんはあのそのユナイテッド戦っていう、はい、ところじゃないですか、はい、横並びの、はいはいはい、で僕は、当時 J スポーツが中継をしてて、はいはい、でチャンネル数に限りがあったので、はい、全部生じゃできないんで、その後少しディレイで、はい、他のゲームの中継っていうところで、でその担当だったんですよ。あ、じゃあ控室いたの。控室いた、控室で渡辺一平さんと一緒に見てて控室担当するので、うん、で、まあ、あの状況じゃないですか、もう本当にすげえ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 って何度も叫んじゃってました、うん、っていうのを覚えてます、はい、俺多分口数少なかったんだろうな最後きっと西岡アナウンサーと一緒だったと思うんですけど、はい、多分ユナイテッドの1112シーズンを振り返るみたいな感じで、はい、ウィニングランとか、まあ、スタジアムゆっくり歩くでしょ、うん、それに入って何か喋るみたいな、多分俺準備したと思うんだよね、うん、その全てのプランをなくしたのがアグエロですよいやでもあそこで、いや中、いや世紀のね大逆転劇ですもんね。そうそう、はいはい、だからあそこまで諦めないんだよね、やっぱ超一流っていうのはね、うん、すごいね、うん、そうですよね。でもああいうところでしっかりと決めるっていうのも、はいはい、うん、それもね初年度でっていうのも最終節で、うん、まあ、優勝かかってっていうのはさすがですし、そこからずっとまあ10年、はい、活躍し続けるわけじゃないですか。そうですね、うん、で怪我やなんかでね、まあ、本当あのその試合を離れる期間はありましたけど、うん、やっぱりレベルを落とさずに、ね、うん、常にチームに貢献するっていうのはね、うん、これはもう本当に大スターの証なわけで、はい、はい、ですよね。いやでも本当にこうアルゼンチン出身のプレーヤーって、うん、それほど大きくないんだけれども、うん、がっちりして、まあ、テベスしかりですけど、はい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 、がっちりしてて、うん、で腰ドシンとしてて、うん、で当たっても動かないし、そうで体幹がねっていう、うん、なんかそういう選手が多いじゃないですか、うん、あとゴールも、うん、もちろんすごいズドーンみたいなのもあれば、うん、ちょっと間を外すみたいなのもありますし、 そのバリエーションも豊富だし、うん、そうね、いやあれはなんで、まあ、おそらくそういうなんて土地柄とか、うん、まあ、そういうストリートとか、うん、そういうなんかいろんなことがこう総合してってだと思うんですけど、うん、いや、まあ、同じこうどっしりしたプレイヤーが、うん、まあ、次から次へと出てくるなっていうのはありますよね。あのドーンっていう仕事じゃなくて前外すって、はい、キーパーが本当無力感じるやつでしょ、うん、片膝ついて片手ついちゃうやつね、うんうん、見送るやつじゃなくて、ね、外されたってなって、あれはやっぱキーパーは相当屈辱みたいですよね、うん、小さな時からそのキーパーとの間合いの測り方なんていうのは、うん、いわゆる草サッカーのレベルもできてるわけだから、うん、それをやっぱトップレベルでさらにその技術磨いてやってくればね、うん、それはキーパーは無力にできますよね。そうですよね、うん、かつてはね義理の、まあ、はいはいはい、お父さんがディエゴ・マラドーナだったわけじゃないですか、はいはい、うん、そういう意味でも今どうしても注目もすごいされて、はい、される中で、うん、しっかりとこういう数字を残していくっていう、うん、そのいろんな意味で注目されながらね、うんうん、常に、まあ、本当ここでも見れば見るほどすごいなこのしかしスタッツ、うん、常にこう9大点以上のことをやってのけてるわけでしょ、はい、うん、ちょっとあれ後にも先にもこれだけのストライカーっているのかな。だってプレミアリーグの中毒度って半端じゃないじゃないですか。それで、うん、プレミアリーグのレベルって、はい、あのやっぱり上5つ6つが常に争わなきゃいけない、うん、はい、でメッシークリスティアーノはすごいのは分かりますけど、うん、やっぱりあのイタリアとかあのラリーガってあの割とこう固まった優勝あるでしょ、うん、限定された、うん、ね、だからその辺ではやっぱりライバルチームの多いプレミアリーグでこれだけの、うん、数字を残してきたっていうところのね、うん、アグエロをやっぱり再評価すべきなんじゃないですかね、うん、だから改めてどっか そのメディアが、うん、さらにそのデータとか出してきてね、うん、深掘りしていくと、はい、うん、アグエロあたりはすごい面白い教材というか、うん、人生になるんじゃないかな、うんうん、本当ですよね、うん、ぜひね皆さんもいろいろアグエロの、まあ、どうしても1112シーズンの最終節になるんですけれども、うんうん、他にもこのゴールが印象に残っているとか、この
エピソードみたいなものがあれば、うんぜひ皆さんあの書き込んでいただいて他の方々の目にも触れるように、はいそうですねはい、書き込んでいただけたらなというふうに思います、はいうんうん、どうですか和也さん補足ありますか。アグエロですか、うんうん、アグエロはですねまあ、僕の場合はユナイテッドに重きを置いて、うんはい、プレミアリーグをずっと、まあ、研究というか見てきたので、うん、マンチェスターシティってのは、まあ、同じ町のライバルであることは分かってたんですけど、まあ、当初というか、まあ、シティファンの方には申し訳ないですけど滋賀にもかけてはいなかったわけですはっきり言って、はいうん、アブダビユナイテッドを、うん、買収しても、うんうん、でもやっぱりコンパに来たシューバー来た、うん、で121にアグエロが来た時にアグエロまで来るのって、うん、まずいんじゃねえかこれは、はい、ってなったのは覚えてますね、うん、もう要するにサーレックスのチームがちょっと落ち加減だったので、うんはい、そこにこんな油の乗ろうとしている選手が来るのかよこれまずいぜってなってでそろそろ監督のレベルも上がり始めてきた時だから、うんはいうん、だからうんあ脅威になりつつある時のシティの、うん超中軸って日本語あるのかな中軸みたいなところの、うん、ない選手だったので、はい、やっぱりそのある種その恐怖感と、うん、もちろんリスペクトはしてますけどそういうのあったし、うん、なんで取んねんだよっていうのはあ、ねうんはい、アグエロシティに行かれんのか、うん、だからこの後このまあルーニーがいたり後にファンペルシーがやってきたりしてるから前線はねそこそこいたんですけど、うん、やっぱりルーニーの負担が大きくなり始めてきた時だったので、はい、やっぱりそれだったらっていうのがあったんでねだから一時ねサーレックスがアグエロに興味を持っていたことは間違いないんですよ、うん、ただねちょっとタイプがルーニーと似通ってるからっていうんでちょっと最終的に辞めた経緯がね、はい、確かあったはずなんです、はい、確かなんですよ、うん、ちょっとこれちょっとうろ覚えなんでごめんなさいね、うん、だから、うん、でも2人とも器用な選手だし、はい、お互い生かすのうまいから、うん、個性は相殺はされないだろうななんていう気はしてたんですよ、うん、だからうん行かれた時シティに行かれた時うわやられたと思いました、うんうん、もう大ねと言いましたもんね、うんですね、確かにね僕アルゼンチン人のね、まあ、っていうか何人かその、はいユナイテッドのプレーをしていたわけで、うんまあ、そういった流れもありますけどちょっとあれなんですかね分からないですけど勝手なこう想像ですけどちょっとテベスさんの出方みたいなところとかもあったりはしなかったんですかね。まあそうですね、まあ、テベスはアグエロに比べるとやっぱ内向的なところもありましたし、うんあとテベス割とエージェントに操られがちだったですからね、うんその辺のことも踏まえて、うん、ちょっとアルゼンチン系あれしたのかなエインセもやめ方良くなかったじゃないですか。でもその辺きっちり調べれば、うんうん、アグエロはそういうタイプではなかったので、うん、だからしばらくその調べることが下手になり始めているところの矢先のユナイテッドでしょ、うん、なるほど。だからそれの調査の甘さもあって、うんうん、アグエロ取られちゃったのかもしれないですね。遺跡、うん、の舞台裏って分かんないですけど、うんうん、ちょっと、うん、1112か、うん、アグエロ取られたのショックだったのを今思い出しました、うんうんうん、で今ねテベスやエインセの名前が出てきましたけれども、うんうん、ではこうプレミアリーグと、まあアグエロを含めたアルゼンチン選手、はいうんということでアルゼンチン人選手ということでちょっと振り返りたいと思いますが、まあ、そもそも僕の印象からするとプレミアリーグの前まだフットボールリーグだった頃アルゼンチン人といえばイングランドのトップリーグもう完全に、まあ、日本でもおなじみですけれども、オズワルド・アルディレスさんと、はい、いうことで、はいはいうんまあ、オジですけれども、はいまあ、彼がスパーズに、うんリカルド・ビジャと一緒に行って、はいはいはいうん、で FA カップ取りました、うんうん、そしてフォークランド紛争があってちょっと国がイギリスとアルゼンチンの関係が良くなくなった時に、うんうんうん何でもオジを残してくれるならばフォークランドはアルゼンチンにね勝也さんもよく言われてますけどくれてやってもいいみたいなくれてやるとかそういうバナーが出て、うんまあ、ただその国関係で危ないからって言って一旦パリかな、うん、に、レンタルで行きましたけどまた戻ってきてからウェハカップ、はいはい取ったりとか、はい、本当にこうアルゼンチン人として、チームをもうまさに優勝に導いたっていうところでいくと、ね
彼がなんとなく一番最初のイメージかな、うん、そうでしょうね、と思うんですよね、うん、オージー・アルディアスのことをご存知の方だったらうなずいていただけると思うんですけど、華奢なんですよ、うん、ただやっぱりその非常にインテリジェンスがある選手でしたから、うん、相手 の逆を取ったり、ね、はい、うん、でボール扱いも丁寧でしたから、うん、スパーズの攻撃に、うん、本当一定というか非常に心地よいリズムを与えてましたよね、うんうん、やっぱ彼の成功もあって、うん、やっぱり少し各クラブが、うん、あ、南米の選手大丈夫か、うん、アルゼンチン大丈夫かみたいなところあったと思うので、信じてる時もありますし、はい、1966年地元開催した時にね、イングランド、アルゼンチンだったと思うんですけど、準決勝かなんかでラフプレー多くて、うん、当時の監督だったラムジーっていうのがユニフォームの交換を拒否したみたいなところもあったし、うんうん、だからさっき今野村君が言ったそのフォークランド紛争、アルゼンチンかするとマルピナス諸島か、うん、その辺の政治的な、はい、難しさもあったんでね、うんうん、アルゼンチン選手を、うん、取るということが、うん、非常に難しかったんですけど、そういった政治的な、うん、難しさというのをやっぱりスポーツの力が、うんうん、アルディレスが変えたっていうふうに言っても、はい、それほどオーバーではないと思いますよ。そうですね、はい、うん、アルディレスに関しては、ね、若い方はもしかしたらご存じないかもしれませんけれども、日本では清水や F マリノス、はい、あるいは、ベルディ、はい、そして、町田などで、はい、監督も務めておりました、うん、そしてですね、プレミアリーグになってからということで主な選手をですね、はい、まとめてみましたので、はい、こちらご覧いただきましょう。というところで言いますと、どうですかね、まあ、そのアルディレス以降なかなかこうアルゼンチン人まず活躍できないみたいな僕はイメージあって、例えば、まあ、チェルシーそしてマンチェスター・ユナイテッド両方でプレーしましたけども、はい、ベロン、はい、あるいはチェルシーにクレスポ来ましたけれども、はいはい、まあ、イタリアでやっぱり活躍していた時とイメージとするとちょっとプレミアでは活躍できなかったかなみたいなところはあるのかなと。ベロンはユナイテッドに来た時にまずベッカムのキックの精度に練習でドキモを抜かれちゃったんだって、うんうん、あんなやついるのかってなって、うん、だから当時のベロンは右足の性格さだって 俺が一番みたいなのあったみたいになって、うん、はい、でもベッカムって逆サイドのコーンに5連発ぐらいバン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 ぶつけるような練習もしてたから、うん、それ見て思いっきり自信なくしたって話聞いたことありますよ、はい、それで一番プレミアリーグに来た最初のアルゼンチン人でディフェンスの最後にいる、うん、はい、ダーミンいるカルボナーリ、カルボナーリ、オナシオカルボナーリって言ったかな、うん、だったはずです、はい、ただそうですね、こうやって見るとやっぱりディフェンスは一番こうチームに貢献したのってサバレタじゃないですかね。キャプテンも務めましたし ね、マンチェスターシティシティからウェストハムに移るとき、うん、マンチェスターシティのファンが少年ファンが号泣しちゃったんですよね、うんうん、お願いだから行かないでくれって、うん、だからそのなんつうの関東精神みたいなのがやっぱり、うん、シティサポーターのなんて相当受けてたし、はい、14-15 シーズンだったかな、マンチェスターダービー取材行きましたけど、うん、はい、ジェスポーツさんの仕事で、シティホームの時ね、はい、やっぱサバレタの人気はすごかった、あ、はい、あ、こんな人気あるんだと思いましたもんね、うん、やっぱりどこのお国でもああいうハードワーカー好きなんですね。それこそアルゼンチンといえば渡さんじゃないですか、はいはいはい、渡隆さんですけど、うん、渡さんが言うにはやっぱりすごい似たところがあるらしいんですよ。ほうほう、である意味憧れもあって、うん、で実はブエノスアイレスの街ってロンドンそっくりらしいんですよ、うん、あ、そうなの、はい、作りが。である意味みんなこう憧れてるから真似するみたいな、うん、でプレーのなんていうんですか、その強度であったりとかっていう、うん、その好みみたいなものもイングランドとアルゼンチンは似てるらしいです、うん、だから共通項はね結構あるっていう。へえ、うん、あ、それ面白い情報だな。へえ、ブエノスアイレスロンドンに似てるんだ。だからロンドンを模して作ったみたいな。あ、そう、はい、へ、あとはそうだね、あ、それこそさっき名前出てきた、うん、エインセはどうですか。エインセは非常によく戦ってたと思いますよ。そういうイメージですよ、うん、ユナイテッドの一時代をっていう風な選手の一人だと思いますけど、うん、ね、それユナイテッドからの契約切れる時なんかリバプール移籍を画策してちょっと問題になった時もありましたけどね、うん、でも左のサイドバックで非常に強気のディフェンダーだったし、はい、うん、思わぬところからすごいパス出したりとかもしてましたからね、はい、ああいうタイプはユナイテッドに必要、うん、今でも必要だと思いますよ、うん、はい、はい、うん、なんか今ちょっと、まあ、この前ジョーンズ良かったですけど、うん、小綺麗にやろうとするのが多すぎて、はい、好きじゃねえわあ、そっちがなくて、あ、カンビアスはねやっぱりあれですよ、はい、レスターの
残留に大貢献した人ですよ、うん、あのやっぱ15、16、14、15かな、はい、うん、どっちかだったと思いますけど、はい、最終戦を最後最後 7勝2分けか7勝2敗で、うん、勝ち抜いた時にもう中盤で全部汚れ役とか引き受けてやってて、うん、あやっぱり延長しなかった、できなかったんですよね、延長しなかったんじゃなかったんですよね、そうそうそう、しなかった、しなかった、はい、できなかったのか、うん、しなかったのか、はい、ねえ、すればいいのにと思ってましたけど、うんうん、でも非常に何だろう、クレバーな、うん、あークレバーで、うん、だからスマートじゃないクレバーなよね、うん、はい、いろんなことをやってくれる選手でしたよね、うん、悪いことから、うん、スーパーな活躍までね、はい、うん、だから何だろう、アルゼンチン人らしいアルゼンチン人だったと思いますね、うんうん、でディマリアはね馴染めなかったんですよ、あ結局、まあ、ユナイテッドが良くなかったのもあるし、はい、あとほら留守中に強盗に入られたりとか、うん、はい、奥様ご家族が、うん、どうしてもマンチェスターに馴染めなくて、うん、奥様は未だにマンチェスターの悪口言ってますからね、だから、まあ、そういう意味ではちょっと、うん、環境適応っていうところでちょっとへばっちゃいましたけどね、うん、あとはやっぱテベス・マスチェラノか、そうですね、うん、でま、ここには書いてないんですけど、まずウェストハムからスタートですからね、彼らによってウェストハム残ったようなもんだからな、あのシーズンで、マスチェラーノはリバプールに、でテベスはユナイテッドに引き抜かれたわけですけど、でテベスがそのユナイテッドに引き抜かれた最初のシーズンか、それでユナイテッドの選手として、あの当時まだアプトンパークですね、アプトンパークに凱旋した時に、はい、アルヘンティーナアルヘンティーナって大コールがあった時に、テベスがゆっくりこう広げてこうやってファンの期待に応えた時がかっこよかったね、はい、これハマーのマークね、はい、かっこいいねと思いましたね、うん、あれ忘れないな、あのシーンは、うん、いや本当にウェストハムのファンに愛されました、だって本当テベス神がかってましたね、神がかってましたよ、うん、あの最後の、うん、もうラストの、そうそう、知ったところは、本当本当本当ね、なんか乗り移ったような感じの、うん、すごい試合やりましたよね、うん、サラテは1時か活躍した時間は短かったか、バーミンガムじゃないですか、うん、そうね、はい、うん、そうですね、戻って1回で、ね、外行ってウエストハム行った時はそれほどでもなかったんじゃなかったなかなって、うん、やっぱバーミンガムで一時期多分半年間かすごい点取ったようなイメージがありますかね、うん、そうね、うん、カセさん、あとあれじゃないですか、ニューカッスルのコロッチーニとグティエレス、この2人が結構チームとしてもね貢献してましたし、うん、コロッチーニはまあ要するにちょっと危なっかしい場面もあって、うん、ちょっとスピードが若干欠けるんでね、その辺で徒競走になると危なかったですけど、読みも鋭かったし、はい、やっぱりディフェンスライン統率する力はありましたよね、ヘア、ね、まあ、スタイルもね、そうですね、人気の要因の一つだったかもしれないですよね、はいはい、うん、でグティエレスは清掃官克服しましたから、ね、はい、うん、本当に大したガッツの選手だと思いますね、はいはい、でも今もまだ続けてる選手たくさんいますね、いますね、はい、そうですね、マルティネスはもうね、もうリーグ屈指のキーパーですし、うん、はい、うん、でこれからねロメロもね期待といいますか、トッテナムでどうなっていくかというのがありますよね、そうですね、ランシーニも今ね上り調子になってますからね、なんかレギュラーちょっと変わってきて、はい、ランシーニが今スタメンみたいな感じにちょっとなりつつあって、ね、はいはい、うん、ちょっと好調だっていうところは、うんうん、そのあたり序列が今度変わってくるかもしれないですよね、あとねブエンディアも、うんうん、まあ、どうしてもグリーリッシュの代わりみたいなところで最初かなりのプレッシャーだったと思いますけど ね、うん、あとウジョアはレスターがプレミア取った時に後半、はい、まあ、岡崎の代わりに出てくること多かったけど、はい、ね、まあ、はい、高さと、うんうん、それから相手ボールになった時のその攻守の切り替えの速さとかで貢献しましたよね、うんうん、はい、意外とクレスポそんなにチェルシーでは目立たなかったかな、目立たなかったですね、うん、いた時期も短かったし、うん、よく倉石さんが、うん、控え室で意外なことをイグアイーンってやって遊んでましたけどね、うん、ごめんね倉石さん、バラしちゃった、はい、そうですね、うん、どうしても何て言うんですかね、チェルシーはその来て活躍できないかった選手みたいなのが結構、うん、はいはい、うん、その何て言うんですかね、オーナーの肝入りで取った選手みたいな、うん、シェフチェンコしかりだったりとか、うん、そうなんですよね、ちょっとまあオーナーの好き、まあでもさ、イブラヒモビッチはさ、スキーが前に出てて良くないか、いや、そう、まあ、ね、そう、それは、うん、そうなんですね、まあ、はい、少し好きだからこそみたいなところ、うん、そうそう、口出ししすぎるのかもしれないけど、はい、うん、いいオーナーだと思うよ俺、うんうん、そうじゃなきゃあんなにあれでしょう、サポーターに慕われないでしょう、まあ、そうですね、うん、それに引き換え
長くなるからやめた、なかなかこう、ね、ロシアのとの関係でビザが発給されないっていうところで、はい、イスラエルの国籍取って、うんはいはい、今度ポルトガルの国籍もなんか取れるんだか取れたのかみたいなんで、うん、今度が結構来やすくなったみたいですけどね、うんはい、まあちょっとかわいそうだよね、あれだけ、うん、スタンフォードに来られないっていうのは ね、うんまあ、ね国との、うん、国同士の関係にちょっと巻き込まれてしまった感じはありましたけどね、うんうんラメラはラボーナのゴールが、ね、あれはすごいね、うん、だからああいうの見るとものすごい才能の持ち主なので、うん、あれを継続して、ねうん、発揮できるとおそらくもうワンランク上がると思うんだよなそうです、ねうんでね、結構いろいろ言われますけどオタメンディも、ね、結構貢献はしましたもんねしましたよしましたよ、うんうんやっぱりどうしてもペップが求めるセンターバックだとやっぱりもう少しフィードの質が、ねはい、上がらないといけなかったんでしょうけど、うんはい、その辺がねちょっと足りなかったでもセンターバック、まあ、ストッパーとしてはもう一流だと思いますけどね、うんはいはい、なんですかみんな戦う選手じゃないですか、うん、アルゼンチンのその気質というかでも本当プレミアに合ってると思いますし、ね、これからもっと増えていってもいいんじゃないかなと思いますよねまあでもあれですよねこういうなんてプレミアリーグで活躍して主なアルゼンチンとか、うん、あとは、はいまあ、ラリーガーはたくさんいるんでしょうけど、うんね、そういう特集もねやってみて他の、うん、リーグでもやってみたら面白いと思いますけどねそうですね、うん、最初、まあ、ブラジル人もアルゼンチン人もそうですけど、まあ、ご家族の方はねなかなかその、はいうんイングランド の、うん、天気が少ないという、ね、ところが難しいとかいろいろありましたしなかなか馴染めないというところありましたけど最近は本当にこう見るとあ近年ここ10年20年ぐらいはどんどん活躍するようになってきてるんだなっていう感じしますよ ね、はいうんうん、そうそう確かに、うんうん、ここ出てるのは割とみんな当たりくじが多いね繰り返しになりますけどだってディマリアは来たタイミングが悪かった、うんサーレックスの時来てれば意外とね、悪くないですね、うん、このメンバーもね。うん、またねこう、アグエロらがこう、うん築いてきた道をまたね、辿っていく選手が出てくると思いますしね。うんまあ、アグエロにしろ、テベスにしろ、マスチェラーにしろ、マスチェラーなんか最後センターバックやってたもんな。いや、本当マスチェラーの様々だったんですよ、ねね、いろんなポジションやってくれたし。うんまあ、サバレタもね、そのあたりがしっかりかもしれないですけどね。そうね。うん。だからそういうやっぱりこうサポーターに本当に心の底から愛された選手がやっぱ少なくないですから、うんはい、その彼らね、今回はアグエロがテーマですけど、うん、偉大なる先人に続けっていうことでね、うん、今、10代の選手とか、まあ、やっぱりプレミアリーグ将来をねプレミアリーグに見据えてなんていう選手は少なくないんじゃないかな、はいうんですね、当然各国のスカウトもアルゼンチンにも張ってるわけだから、はいうん、それでね、マグロみたいに外交的な性格、うんうん、明るい子なんていうのは当然、うんうん、ピックアップしてると思うし、うんうん、なんか性格相当大切みたいですからね、うん、明るいっていうのはね本当にそうですよ ね、うん、ねこれからまた一時期はもうストライカーといえば南米の選手だったじゃないですか。また最近ね、例えばレバンドフスキーとかホーランとか、ちょっと東ヨーロッパとか、うん、北欧とかそういったところの選手たち出てきましたけど、うんうん、またこうなんだろう、先ほどね和也さんの話じゃなかったようにちょっとタイミングずらすとか、うん、なんかこうまあストライカーいろんなことができる、はいはいはい、南米のストライカーまた出てきてほしいですね。そうですね。うん、そこがね深いんですよ、南米のストライカーって。うん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 いろんなことできる多いですから、うんはい、もうペナルティーボックスの中なんかで、ね、ポポッとなんかすごくクレバーなことやったかと思えば、うんはい、ちょっとゲームメイクアピールタップにちょっと貢献しますかねって降りてって、うん、さあボール触れ、ま、ボールもらいました、はい、マーカーがついてきませんでしたってなったら、うん、ワンタッチでミドルロング打ったりとか、うんうんはいまあ、そういうところの、うんうんいわゆるフットボール IQ っていうのは高い、うんね、選手多いですね、ということで今回は、ね、アグエロ、はい、セルヒオ・アグエロ、はい、シーズンに愛されたエースと、うん題してお届けをしてまいりました。なかなか彼の後は出てこないだろうね、うんうん、あれだけのストライカーはね。そうですね、うん、さっきの丸君が言ったように10年活躍するんでしょ。難しいよ。難しいですね、うん
またこれ強度が上がってきてますから、はいはい、またプレミアリーグでこうやり続ける、うん、まあ、本当にいろんな選手が言ってますけれども、ちょっと選手の交代枠とか試合数とか考えていかないといけないかもしれないですね、うん、もうそういった自分たちのチームのことだけじゃなくて、うん、特に今シーズンなんか昨シーズンからですけど、パンデミックなんだから、うん、やっぱり今まであったことが常識だ伝統だじゃ済まされないので、うん、はい、選手を守る法則っていうのは絶対に見つけなきゃいけないので、うん、その辺はちょっと古臭い監督の、うん、古臭い考え方の監督たちそろそろ改めないとこの世界じゃ生き残れないですよ。そうですよね、うん、でね、アゲロね、この不整脈しっかり、うん、まあ、エリクセンもそうですけれども、うん、まあ因果関係は分からないですけど、はいはい、もしかしたらやっぱりこの強度とこの試合数みたいなところも関係してるかもしれないですし、うん、ストレス含めてね。そうですね、はい、うん、エリクセンはどうもプレミア復帰もあるんじゃないかみたいな話は。誰？エリクセン？エリクセン、あ、本当？はい、あ、みたいな。それはいいことです、はい、ね、うん、イタリアはあの規定でダメなんですよね。あ、そういう意味ですね。プレーができないんですよね、うん、ということでございました。ということでどうですか、勝谷さん、今週は何か告知などありますか？いや、なかなか面白い企画だなと思ったんで、うん、僕ザ・ワールドでこれという、サイトでこれに似たこと書いてる、はい、過去にギャリー・ネビルとか、はい、それからスティーブン・ジェラードとか、うん、ドログバとか書かせていただいてるんで、はい、まあアグエロはちょっと早いかな、うんうん、そのレジェンドの選び方って難しいよね。そうですね、うん、だから昔みたいにその XG とかないところの選手とかさ選んだりするとさ、はい、昔の選手大したことないとかって今の子言うじゃん、あ、うん、はい、でもそれにとらわれると懐の本質見失うぞ、うん、とか物事の本質見失うから、うんうんうん、あんまりデータにとらわれるな、うん、そういうことですね、はい、なのでいろんなこう角度から、うん、どんな選手をちょっと取り上げてほしいかなみたいなのがあったら、うん、ぜひ書き込んでいただきたいというふうに思います。これは、おそらく不定期なんですけれども、今後ぜひ展開をしていきたいということなんですね、はい、うん、はい、ということでございますので、プレミアアイコニックシリーズと、はい、してお届けをしたいというふうに思っていますので、ぜひ皆さんから、うん、はい、この選手というのをいただきたいというふうに思っております。そっか、プレミアか、そうか、いるじゃん、ちょっと面白いのと。面白い、ガスコイン、あ、うん、あ、そうね、プレミアやってるよ、プレミアやってますね、はい、うんうん、はい、とか言っててやんなかったりするんでまあいろいろなわからないですけど、はい、ね、はい、皆さんのそのね、声によっておそらく変わっていくと思いますので、どうぞこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで日本撮りでしたけども、風さん今日も長い時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、視聴者の皆さんずっと鼻声ですいません、はい、とんでもないです、うん、とんでもないです。まだ来週はちなみに、決まってませんので、はい、どんなネタかというところ、そうですね、またあと皆さんも、はい、こういうことぜひやってほしいみたいなのも、うん、ぜひ書き込んでいただけたらというふうに思います、うんうん、あ、いつやるの、そういえばやり直しは。ああ、そうですね、もうそろそろ、そうですよね、順位が見えてきた感はありますから、うん、そろそろ行きます、そろそろですか、そろそろあるだな、うん、次回か次回か、 そのくらいでひょっとするとあるかもしれません、うん、はい、今回は半分は超えましたから、そうね、はい、うん、やり直しなくここまで来ましたんで、うんうん、あれはやり直しじゃないから、うん、あ、やり直しじゃない、やり直しという言い方やな、言い方じゃない、はい、うん、はい、そうですね、リメイク、リメイクそれ笠谷さん、それ直訳するやつやる作り直しみたいな感じになるか、いや、リボーン生まれ変わります、生まれ変わりますか、うん、シーズン展望、はい、リボーン展望リボーンで、そうですね、じゃあ展望リボーンでインフンで、うん、ということをお届けするかもしれませんので、ぜひそのあたりも楽しみに待っていただけたらというふうに思います、はい、今週も笠谷エリックさんと一緒にお届けをしました、はい、笠谷さんありがとうございました、はい、今シーズンもバカバカしいお笑いよろしくお願いしますそれではまた来週、バイバイ、さようなら。